アルビレックス新潟サポーターサンドバラエティアルサポーキュー。バモバモおお、後編も最後まで見てね。なんか質問ありますか？ありますか？いっぱいありますか？アルビレックスチアリーダーズでーす。長谷川元希選手に質問です。今シーズン新加入ですが、私たちアルビレックスチアリーダーズ、試合前にパフォーマンスさせていただいてるのですが、私たちのパフォーマンスは見たことありますか？はい、松田栄太郎選手に質問です。女性のキュンとする仕草を教えてください。せーの、愛してる新潟。まあ、ないっすね。まだ見れてないっすね。確かに時間がね。そうっすね、ダンス好きなんで見てみたいですけど、逆に俺後半出るの多いから、こう横でチアの方々がいるんですけど、そこをたまに見てますね。それはダメでしょ、試合中見ちゃう。ダメじゃないですか。いや、こうやっぱ聞こえてくるから、あ、それでレッツゴーみたいな。だから俺もうわやんなきゃなみたいな、で自分レッツゴーみたいな軽レッツゴーみたいな感じで、レッツゴーみたいな感じで、だから俺もなんかレッツゴーって言われてるから、やべ行かねえとみたいなそうレッツゴーレッツゴーレッツゴーみたいな、おおみたいな、本当にレッツゴーみたいな感じでね。はい、松田君のキュンとする仕草と、髪の毛かき上げてんのとかどうすか？と髪の毛がこうなびいていい匂いがする時とか、甘いのが好きかな。甘いのでちょっとフワンって匂ってくると、おっいい匂い。匂いフェチってことなんですかね。そうだね、そうしとこう、そうしとこきましょうか。さすがに匂ってるとか言ったらやばい、やばい、ね、匂いフェチっすねこれやべえな、ちょっとこの質問やべえな。アルサポQ。元木くん実は甲府の時から好きだった。本当ですか、はい、なんかジャニーズっぽいっすね。いや、やりすぎだってそういうキャラじゃないじゃん。新潟市中央区から来ましたあやです。サポーター歴は11年ぐらいにしときましょう。元木選手に質問です。新潟に来てからびっくりしたことはありますか？愛してる新潟。びっくりしたこと、びっくり、難しいなあ。びっくりしたことあるわ。なんですか？太陽出なさすぎる。あ、びっくり。私だって最初の辺元気なくなってましたよね。元気なくなった。あ、今日も晴れねえか、なんか嫌になっちゃうなみたいなびっくり。だって車朝迎えに行ってたんですよ、まだ来てない時。なんかもう出てきた顔やばかったですよ、毎日こんなんで朝起きて。そうだね、はい、俺天気のイコール俺の今日の気分みたいな思った方がいいかもしれない。じゃあもう暗い時は話しかけないようにします。いや、なんかごめんねなんで気づかずでアルサポQ。お、いるいる元気。こんにちは、長谷川選手が、はい、いい感じですね、好きですね、はい、推しで。推しです、はい、東京都から来ました、長谷川です。長谷川元希選手に質問です。長谷川さん、長谷川問題はどのように解決したんでしょうか？よろしくお願いします。愛してる新潟。気持ちこもってるこちら、わあすげえ、そんなに。ありがとうございました。ありがとうございます。おもろい、おもろい声大きいな。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと気持ちよくなって、気持ちよくなってやっぱ長谷川問題ですね。長谷川さんいるんで。確かに。長谷川問題は正直解決してますね。長谷さん、で匠。なんだかんだ大丈夫、雰囲気で。なんか雰囲気確かに。なんとかなってます。なんて呼ぶのが正解？私ですか？元顔ですね。いや、長すぎでしょ。いや、もう普通に元気。何でも呼んでくれたら嬉しいです。名前呼ばれるだけで嬉しいんで。アルサポQ。
ここでアルサッポ級やる度胸ある人みたいな面白いんだよ。だって最後にさ、愛してる言い方言わされるんだよ。確かに。ほら、今日の、あ、14番さん。え、売り切れじゃないですか。うれしそう。こんにちは。あの、ちょっと雰囲気変えようと思ってグッズ売店で待ってたら、まんまと。まんまと。本当ですか？よかったです。長岡から来た愛です。ヒロムです。サポーター歴はお腹の中にいた時からです。松田選手に質問です。好きな…いやなんか微笑ましいな。いいっすね。好きなちゃんとは何ですか？一番好きなちゃんとは何ですか？せーの。愛してる新潟。好きなちゃんと、やっぱり勝利した時にみんなで肩組んでこうやってやるのも好きだし、やっぱ自分の名前を大きい声でコールしてもらうっていう時が一番やっぱ嬉しいし、一番テンション上がるんで、大きな声でこれからもよろしくお願いします。アルサポQ。ほらほら、新潟と札幌の融合ですね。うわ、かわいい。札幌出身の方。札幌、はい、なるほど。あ、そういうこと。アルビを応援してます。すいません、はい、いつもはアルビを応援してます。西区から来ました野口です。サポーター歴は20年です。長いね。松田選手に質問です。よくクラブハウスでお菓子をつままれてるということですが、好きなお菓子は何ですか？せーの、愛してる新潟。札幌。いや、札幌。じゃあチョコです。じゃあ根津さんが買ってきてくれるチョコ、今日もありましたね。なんか食べました？食べてない。生チョコみたいなやつで、うん、前も買ってきてくれてて、それ美味しかったって言ったらまた買ってきてくれて。優しいね。やっぱ昼ご飯食べた後とか、なんかチョコとかちょっと食べて休憩みたいな。そうですね、ちょこっとその広報の人たちと喋りながらコーヒー飲んでチョコが置いてあったら食べちゃうみたいな、すごいいいシステムだなって。新潟のアルサポQ。弥彦村から来ました富山です。サポーター歴は23年ほどです。長谷川元輝選手に質問です。いつからサッカーを始めましたか？サッカーの何が好きですか？愛してる新潟。そうっすね、何歳、年が分かんないんですけど、年中ですね。年中から始めて、サッカーの好きなところ、まあ、こういう素晴らしい仲間と、やば、素晴らしいサポーターの方々と、まあ、なんといってもやっぱ勝った瞬間を分かち合えるのが嬉しいですね。まあ、それが1週間の活力になりますので。真面目っすね。これは本当に本当にそれはそうっすけど、ふざけすぎてたんですけど、これだけは。はい、アルサポQ。山飯がらぎんな金子なひぎれ。栄太郎選手に質問です。小学校の時好きな遊びは何でしたか？かっこいい心です。素晴らしい。かっこ、やっぱかっかっこいいってなんか嬉しいな。意外と野球とかそれこそやってました俺。休み時間とか一回野球マジ習おうかなと思った時、小学校低学年ぐらいであったし、で高校も野球が強い高校行って、周りの子がすごい甲子園とか行ったりしてたんで、それこそ最高ですの人とか一学年下にいたんで、横浜高校で。だから割と野球は元木くんと同じぐらい見るかな。結構見てますよね、うん、ダゾーンで、うん、アルサポQ。おお、22。いやー、エータロンとダニーロ。エータロンとダニーロ、なんで背中22番だ？松田選手に憧れているからです。まあ嬉しい。100点だ。本当は？え、本当です。本当の音は？本当です。
新潟市から来た。詳しいな、ちょっと詳しい。大丈夫大丈夫。新潟市から来た永田晴馬です。サポーター歴は生まれてからずっとです。すごい。栄太郎選手に質問です。どうしたらそんなにドリブルが上手くなりますか？僕もサイドの選手なので、そういうのが分かればもっと上手くなれると思うので、回答よろしくお願いします。愛してる新潟。サッカーじゃない道でも輝けそうだな。どうもありがとうな。ありがとうございます。ドリブル、まあ小学校の頃、まあちっちゃい頃から両足使ってドリブルすることがすごい大事かなって。両方使えた方がプレーの幅も広がると思うので、だから両足使えるように練習していけばいいんじゃないかなって思います。アルサポQ。 見附市から来ました高橋です。サポーター歴は18年目です。元木選手に質問です。新潟県内で遊びに行ったところはどこか知りたいです。愛してる新潟。この質問結構難しいですね。最初に結構問題発言しちゃってるからさ。めっちゃいろんなとこ行ったからね。やばいよマジで。ユニクロ。これマジ下手したら炎上してもおかしくないぐらいやばいっすよ。多分本当に行ってないもん。マジでスノーピークしか行ってない、新潟は。確かに。でこれから行こうと思っているって感じですね。だからはい、申し訳ないですけど、こんな顔すね。変顔でごまかすのやめましょうよ。ずるいでしょ。あ、俺行ったわ。水族館行ったわ。おー。マリンピア行きました。でけえ。マリンピア行ってたわ。マリンピア行きました。マリンピア楽しかったです。アルサポキュー。背中見せてください。はい。キーパーの。これ何色のユニフォームですか。キーパーの栄太郎だらけですね。はい、愛されてますね。新潟市中央区から来ました渡辺です。松田選手に質問です。去年の短冊で、腹筋バキバキって書いてたんですけども、バキバキになりましたでしょうか？いや、練習後にね、相当筋トレしてるんで、もう本当相当バキバキになってると思います。バキバキ、ね、はい、神湯に期待してます。はい、愛してる新潟。これやばいな。やば。すいません、俺がお先に言います。腹筋なしなしです。バキバキじゃないです。なしなし。それについてはどう思いますか？ちゃんといいな。まあバキバキではないですね。お前はね、ちょっとだらしない。本当に本当にお腹が。でも結構筋トレしてる時とか、割とこっち側の人間なのに、めっちゃ服脱いでこうやってやって一人で、なしなし寄りなのに。どうすか？本当にあんまね、言ってほしくない。すごいね、汗が出てきた。だからもう腹筋に期待してください。いつか見れる時があった。ビフォー撮ってきますか今。いやアルサポQ。いや、なんか面白い質問もあれば、ちょっと答えづらい質問もあって、面白かったですね。またぜひ呼んでもらいたいです。はい、僕もありのままの自分を出せたので、素晴らしい機会だなと思いました。ありがとうございました。ファン減りますよ。次回もお楽しみに。アルサポQでは選手の方へ質問したいことを大募集。推しの選手のグッズを身につけていると探しやすいかも。スタジアムでお待ちしています。